さあ全国の頂に立つその二人、頂点に立つことを許されたのはたったの一人であります。格闘新世紀伝説法王誕生に始まり大覇王の誕生、許された頂点に立つその称号はたったの一人だけでした。さあその第3代目の頂点に立つ男、果たしてそれはどちらなのでしょうか。それでは皆さん、決勝ファイナリスト2名を呼び出しいたします。まずはこちら、キーン、頑張りましたね。ちょっと微妙ですが笑みがこぼれております。そして対する相手はこちら、板橋残影。ちょっと照れてますね。これは勝ち組なのか、板橋さん言う。それでは両者ステージ前へお越しください。まあこれが立ち回りはさすが腹黒少女といったところですかね。はい、まずは先に勝ち名乗りを上げました板橋残影選手、正直ここまで勝ち上がってくる自信はありましたか。いや本当、いや、ここまで来れると思わなかったです、ほんと。まあ、とりあえず調布が倒したかったんで、何回も言いますけど、それだけですね。まあ、あとはもう調布倒したんで、あとはもう自分のやりたいようにやるだけです。調布さんに鼻向けのことはありますか。ないかな。ありがとうございました。そして、今回、千葉エリア、2位エリアで、まあ、2位で抜けまして、決勝です、今。どうですか、今の気分は。緊張してますね。緊張さすがにしてますよね。今日何人か仲間の方見に来てると思いますが、仲間の方に一言。三島御前が来なかったのが悲しいです。多分チームのリーダーですね。リーダーの方が来なかったからちょっと心が。三島御前さん見てらっしゃいますか。あそこ多分カメラどっちかな、そっちかな。三島御前さんに一言。三島さん、ここまで来たからもう許してください。どんな罰ゲームが待ってるんですかね。わからないですね。監禁でもされてたんでしょうかね。まあさっきの十分罰ゲームですけどね、あれね。はい、さあそれでは。はい、かしこまりました。初代2代と続きました大会もいよいよ3代目のチャンピオンが登場となります。もちろんお互いの心に決めたことは一つでしょうが、あえてここでお伺いいたしましょう。バーチャファイター4ファイナルチューンド格闘新世紀3、最後に残るのは誰ですか。俺です。ありがとうございます。そしてちょっとテンパってますね。もう一人お伺いいたしましょう。格闘新世紀3最後の決勝、優勝するのは誰ですか。ザンギさんですね。これフェイントですよ、多分フェイント。でも初めての展開ですよね、こういうタイプは。そうですね、いつもこうちょっとこう縮こまって、あ、いや分かりませんとかそんな感じですけどね。あ、よく返したってところですね。そうですね、はい、さあこの言葉にはどんな意味があるのか。それでは最後の 1P、2P 決めるじゃんけんをお願いいたします。じゃんけんをいたしましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。 2P、これ3試合、2試合選手制、今回から2試合選手制となります。サイドは変わりません。 2P 側がキングさん選手、はい、ってことはこちら側ですね。 1P 側が板橋残儀 F 選手となります。それでは最後の握手をしていただきまして、頂上を決めるシートにお座りください。頂上を極める者は果たしてどちらなのか。それでは参りましょう。格闘新世紀3決勝戦第1試合、レディーゴー。まずは板橋残儀、対する相手は老子に向かうキング。頑張ろまい、みんなのためにそれぞれ最後のメッセージをここに残し、かたや老子、そしてかたや暴走列車、思えば千葉エリアから始まったキングの暴走が止まらない。それを止めるのは老子なのか、
キングが暴走を始めた。赤であろうが青であろうが全ての信号を何でも当たる。さあ暴走戦士キング、まずはラウンド1を制しました。水保天心中勝負をホームに去ること、そして今回のベストパフォーマーはもちろんこの老子になるでしょう。しかし欲しい称号、それは全国一のはず。老子を極め、次は一体何になるのか。さあここはキングを押していく。キングの動き、キングが2ポイント。ニュージェネレーションが開花するか。ラウンド3、ここを抜けてくる。しかしその後修正、長安を逆に小僧だ。これにはザギは思わずにやり、サードスル起き上がり、ゲラン相手逆、一旦距離を置いた。ゲラン2つ打っていく。小僧はここは見ている。しかしその後抜ける。観客リングサイドでザギが粘る。あっとここがトリッキー、ザンギーター。さあローシエン1ポイント取り返します。ローシエン主です。赤い1杯目、ラウンド4開幕。浮かしてまずはコンボつなぐ。敵客から回り込んでいる。敵客、対客、後ろに回り込んでいる。キングの動きが塞いできたか。ローシエンはどう出る。あーと鳥海、足洗う、回り込んだ。ザンギが落ち着いている。ザンギ、ザンギ、ザンギ、ゲームタイム。決勝第1試合はまずは取ったのはキングであります。強いですね。強いですね。どうでしょう今の試合。攻めがやっぱりキング選手の攻めが鋭いので、あのね、やることやってるって感じですね、すべて。ローシは食い下がるか。決勝第2試合いくぞ、レディーゴー。先ほどまで戦った仲間、自らが任した相手、それが声援を送ります。このゲームが産声を上げて10年以上、多くの有名プレイヤーが生まれ、そして多くの友が生まれました。このゲームが成せたその功績、今その共に場所を共にした仲間たちが応援してくれています。もちろん会場だけではなく、ライブ配信の向こう側からも全ての声援を背に、キングの暴走が止まらないのか。ザンギここをついて一旦呼吸合わせる。列脚、暴走列脚が止まらない。ファイト2レディーゴー。開幕ダメージを奪っていくのキング。観客見せ、その後投げ、キング暴走。この暴走は止まらないのか。ファイト3レディーゴー。佳境であります。キングが上げていく。さらに叫ばれ礼拝だが、さあここから老子の最後の力、列脚暴走列脚頼み込め。壁に打った。老子が怒る、老子が怒る。ポイントは2対1、ラウンド4。開幕水の天津中で酒は8杯。足を洗ってくるが、逆に板さんが前に出る。最強トリッキーな動きでゲラ攻撃、ゴールも硬いぞキング。やり返す板さん、こそわりちゃん上腕で浮かすよ。ジャンギはまだここで終わらない。旬にかけたそのバチャの意地、ラウンド5。回り込んでいる。壁を背負った、投げに行ったところ、壁に追って、さあザンギ酒が14枚。投げ打ったが受け身取る。キングが攻めるが、逆にザンギが冷静に対応。
新客狙ったか、いやいい試合ですね、ほんとね、鉄の精神力って感じですよね、はい、ゲームオーバー、いやすごい試合だ、いやまだ終わりじゃないですよ、ラストここですよ、プライドをかけいよいよ頂上決戦はこの最後の一試合で決します。格闘新世紀伝説3幕目、その伝説を綴るのはどちらか、決勝戦最終試合です。いくぞ、レディーゴー。2試合目2対0と優勢に進めながら、板橋ザンゲフはそこからその真の力を出しました。1試合目から序盤はとにかく押しまくった暴走機関車キング、押しに挑む頂上をかけた最後の戦い、今スタート。投手に中からファーストダメージを奪っていく、蹴らん足を洗ってザンギが前に出ていく、壁にはキングが終わった2周戦、しかしバラと抜けてくる、これに思わずニヤリ、水砲転身中酒が4枚入った、まずは1本目は板橋ザンギ、瞬きは許されないこの瞬間、遊びなさい、そして格闘審査室にこの最後を締める大舞台に決勝に名乗りだなこの2人、全てのプライドをかけ全身あるのみ、キングが暴走を始めた、残忍の酒が10杯を超える、浮かして耐えた、キングは一旦落ち着いた、サロスレ観客いった、ある意味ニュージェネレーション対そのバーチャの子もさあ、板橋ザンゲフがリーチをかける全ての夢を託し、回り込んだ、今まで決勝の方で相手を煽った方が負けるというジンクスルールがあった、しかしキングが仲間のためにまだ前に出る、キングのパワーストーンが止まる、いやシャーリーワードがすごいんですよね、キングのキングパワーですね、ファイト4レディー、俺の暴走はまだ止まらないぞ、キングが言う、そうはいくか、さあ井上さん、シュンが決勝に進んだ、さあ飛び切り動き、いやキングが粘る、さあその瞬間ザンギはどうする、キングが粘る、まずはですね、準優勝、ここまで果敢に戦いました、キング選手に準優勝のトロフィーを差し上げます、ここまでよく頑張りました、大きな拍手をお送りください。暴走機関車キング、バーチャ歴まだ2年、改めてご紹介いたします、バーチャファイター4ファイナルチューンド格闘新世紀3覇者、板橋ザンギエフです。ではですね、一言お伺いしたいと思います。あーそうですね、はい、やっぱすっごいやらそうだったんですけど、はい、まあ、あのみんなの声援と、あとこうネット配信ということでこうメールをくださった友達がもういっぱいいたんで、はい、それが励みになりました、はい、ありがとうございました。それでは優勝いたしました板橋ザンギエフ選手にはこちらの大きなトロフィーを差し上げ、重そうだ重そうだ、差し上げます、おめでとうございます。ありがとうございます。優勝トロフィーもいただいたことですし、あれですか、気になるところありますよね、すでに板橋ザンギエフ選手は老子という ね、 そうですね、特別称号も得ておりますが、はい、皆様こちらのメインモニターにご注目ください。今回の
格闘新世紀3板橋懺悔選手に与えれる新称号はこれだ。あれですね、これは当たりじゃないですか。ちょっとかっこいいですよね。これは久々の当たりだと思うよ。はい、これはおめでとうって感じですね、本当にね。天庭の、こちらのパネルをですね、板橋懺悔選手には受け取っていただきましょう。いや、天庭が今誕生いたしました。おめでとうございます。これは良かったです。いや、これ本当に昇格したって感じですよね。はい、